皆さん、アイアンでこの打ち方できますか？できないなって思った方はぜひこの後の動画見てみてください。アイアンの飛距離絶対上がります。こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になります。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。で、今回の動画なんですけど、アイアンが、特にアイアンのみ飛ばないよっていう人に向けての動画になります。長いのは割と綺麗に当たるけど、なんか短くなればなるほどなんか距離が意外と出ないんだよねとかって人たまに、うん、聞くんですよね。だからドライバーの距離はなんか女子プロとかと変わんないんだけど、なんかアイアンの距離だけなんか女子プロに比べるとなんか全然違うんだよね、俺の方が飛ばないんだよねとかって人結構いて、なんでそういう方何人かいらっしゃると思うので、ちょっとそういう方に向けてその方法、なぜアイアンが飛ばないのかっていう説明とか、それをどうしたらいいのかっていうのをちょっとお伝えしていきたいなと思います。ポイントが2つあって、1つがアドレスの時なんですけど、アイアンなのでみんな多分こう綺麗にポーンって上がっていくボールがね、放物線描いてポーンって上がっていくイメージをしてると思うんですよ。そのイメージからちょっとボール綺麗に上げていきたいなとかっていうので、構えた時にこちらな、構えますってこう構えた時にちょっと右軸、右と左に軸がちょっと右軸に構えてる人が割と多いんですよ。まあ、だからその気持ちからですよね。綺麗にこうボール上げたいなとか、まあ、それはなんかすっごい低い球で行くのってあんまり理想ではないと思うんですけど、その理想から右にこう構えちゃってる人が割と多いので、感覚的にはちょっと6-4ぐらいで左に乗っけてるぐらい。でもこれ多分ちょっと左にかかってるように見えて、多分今この動画から見る感じだとそんなにかかってないように見えてると思うんですよね。私の感覚でも左の方が全然多いんですよ。だけど正面から見ると多分そうでもないと思うんで、多分皆さんもそうこうなっちゃう人が多いのかなっていうので、ちょっと左に体重を多めに、ただ8-2とか9-1とかここまでかける必要ない、ちょっとだけ左の方が多めにっていう感じかな、に構えといてあげるっていうのが1個で、もう1個がスイング中動作なんですけど、まあ、これもまた綺麗に上げたいとかっていうこの気持ちからこう打っていきますって打った時に、やっぱ右に残っちゃう、上げたいから右に残っちゃう、だからかかとが上がんないとかね、上がりきらないとか、なんかすごいすごい右足をこう回っちゃうとか、要は右に残ってる状態ですね、なってる人がすごく多い。じゃあね、右に残るとまあダメなのかっていうのは、右に残っちゃうとロフトが寝るんですよ。単純にロフトが寝るんで、まあ綺麗に当たればボールは上がるけど距離が出ないで、上がってる割に落ちてからダラダラダラって転がっちゃうとか、スピンがかかんないとかっていうになりやすいんですよ。なんで必ず打っていく時っていうのは、やっぱちょっと左にやっぱ乗っかってる状態がいい、一番ロフト通り、そのクラブのロフト通りに当たりやすいので、これを左に乗っけていきたいんです。だ、方法としては、まあ、右足の裏を後ろの人にしっかり向けるように意識するっていうのも大事。これね、これが多分右に残っちゃう人とかは上がりきらないとか、微妙に上がってるけど上がりきってないよ、上がりきらないってことは右に体重が残っちゃってる、右に体重残るとロフト寝る、だからアイアン飛ばないみたいな感じになっていっちゃう。だから右足の裏をしっかり見せるように振っていくっていうのが1個。あともう2つぐらい方法あって、もう1個は打ちますって打ち終わったら
右足トントンってトントンしてあげる。いや右に体重残ってると体重があるんで足上がんないんですよ。上げられるってことはちゃんと左に体重が残ってるよっていう証にもなるんで、打ち終わったらトントンする、打ってトントンってやってあげる。で最後の方法としては右足をもう前に持ってっちゃう。ちょっとこれ落ちそうだ、怖いね。このまま打ちましたで前持ってく、左足の前に右足をポーンって持ってっちゃう。これの方、これはラウンド中も使える。だからよく私もお客さんにお伝えするんですけど、まあ、そのままもうグリーン歩いてっちゃってって言う。だからなんかすごいダフルトップするとかってもうこのままこう歩いてっちゃうと体重が右に残りにくくなるのと残りにくくなるので入射角も鋭角になって意外としっかりコンタクトする。なんでボールもクラブって上から入った方がフェースの上にボールが乗るんでボールって上がるんですよ。逆に上げようとする方がボールって飛ばなくなっちゃうんですよね。まあ変なミスを誘発しちゃうっていうのかな、こうなるかこういくかだから。そうだからアイアンとかはやっぱ入射角が鋭角になるっていうのはそういう理由があるので、飛ぶようにする方法もそうだしスピンもかかるっていう感じかな。一石二鳥。にしといてあげると右に体重が残らないんで軸が傾かないから綺麗にも当たるし距離も出てくると思います。まとめると1個がアドレスしましたって時に、まあ、鏡とかあると本当はいいかな。自分がパッと見た時にこう 右側に軸を取ってないかなっていうのを確認してあげてもらいたい。ちょっと左多めに体重をかけといてあげる。こっちからの方がいいかな、こうね、じゃなくてちょっとこっちで、これを維持して打っていくことが一つ。もう一個が打ち終わりましたって打った時に多分右にこう残りすぎちゃう方が多いと思うのでこれを直す、左にしっかり乗せる。じゃあそれどうやるのって言うと方法が3つあって、1個が右足の裏を後ろにしっかり見せますよ。で2つ目が右足トントンでトントンしてあげる。で3つ目がもう矯正ですよ。右足を前に持っていくの3つの方法があるので、これはそれぞれ試してもらって、あこれ一番しっくりくるな、やりやすいなっていうのをチョイスしてもらって全然大丈夫です。それやってもらってアイアン距離伸びたよっていう人が結構いっぱいいるので、ぜひそのアイアンだけ飛ばないっていう方もそうだし、アイアンの距離を伸ばしたい、あとはプラスアルファスピンかけたいよとかっていう人もぜひこれちょっと試してもらいたいなと思います。はい、今回は、アイアンが飛ばない人に向けての動画でした。私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他にラウンドレッスンもしているので、気になった方はインスタグラムの DM やメールから連絡していただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントとメールアドレスは概要欄の方に載せておきますので、そこから気楽に連絡ください。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。